はい、ダマさんです。某 YouTuber が回らない偽物のハンドスピナーと言って、Amazon で買ったと言ってる、ハンドスピナーと同じものだと思うんですけど、私の方はアリエクスプレスの方から購入してます。で、このハンドスピナーですけれども、某 YouTuber は8秒しか回らないって言ってたんですけども、こんな軽く回しても、こんだけ動くんで8秒なんて絶対ありえないっていう感じですね。まあ、面白おかしくするために8秒と言ってるのかもしれないですけども、実際の性能を今から説明したいと思います。では、回したいと思います。いいですか？いきますよ。今軽くしか回してないですからね。もうすでに8秒超えてますね。確かに回らない方の部類ですけれども、普通に軽く回しても大体1分近く自分の場合は回ってます。はい、もう30秒経ちましたんで。なんで、8秒っていうことはないので、皆さんも安心して買ってください。で、私がこのハンドスピナーを買った理由は、まあ、彼が買う前に面白いなと思って、見たのが、やはり、この、剣ですね。まあ、剣と言ってもちょっとおかしいですけれども、この軸を、使って、これが駒になるっていうのに、共感を覚えました。はい。だいたい1分ちょっとこれでしたね。はい。まず、ここに、剣を刺します。そうすると、何ができるかっていうと、まず持ち方ですけれども、こんな風に剣を挟まないようにして持ってください。で、勢いよく回します。はい。わかりますか？ちょっとカメラ移動させますね。はい。こんな風に、コマになります。コマの状態だと、まあ、どれぐらいですかね。こう安定して回すには少し勢いが必要なんですけれども、綺麗に回ってくれてます。で、しかもコマなので、ベアリングの性能ってあんまり関係なく回り続けます。はい。というわけで、コマとして遊ぶにはいいと思います。で、子供にはちょっと難しいかもしれません。うちの息子もこれを、これで遊んでって言ったんですけど、回すのがまず、コマとして回すのが大変でした。軽く回しただけではこういう風にすぐ倒れてしまいます。なので、ある程度勢いをつけないと、こんな風になります。勢いをつけると、ちゃんと立ちます。でも、これでも安定させないと、こういう風にすぐ落ちちゃいますんで、綺麗に安定して立たせるっていうのがすごく大変な作業になります。で、これは、ベアリングとしては、一般的なベアリングではありません。じゃ、ちょっと開けてみたいと思います。これ抜くだけですね。はい。ベアリングがないように見えますけど、こっちにくっついてます。では、ベアリングのサイズを測りたいと思います。厚さ 3.15 見えます。厚さ 3.15 幅はい 9.53mm で、内径は内径測れるのかっていうぐらい小さいですね。はい、内径は6ミリ。内径6ミリですね。かなり小さい部類です。これ上と下気をつけないと、こっち側が下になるんで、こうやってはめる形ですね。こっち上下ありますんで、下の方にベアリングをはめて、そうしないと外れちゃいます。で、しっかり止めます。はい。で、これで回しました。はい。
で、実際の、この大きさですが、三角としての縦の長さが、53ミリですね。で、一番短いところが、20.1ミリです。で、高さ。持ち手の部分が 15.8 ですかね。で、コマとして使う場合は 34.58。はい。まあ、34なんで、まあ3センチちょっとですね。あと、重りの部分ですね。重りの部分が、まあボールになってますんで、ちょっと丸くはなってはいるんですけど、11.2。はい。で、まあ外周の薄い部分が 5.7。まあ、ハンドスピナーとしては珍しい形なんですけれども、まあ悪くはないと思います。なので、コマとして遊びたい。まあこれだと子供同士で対決するっていうのもいいかもしれないですね。そういった場合にいいので、これを、まあ、安物だからといって、避けるのは良した方がいいと思います。ちなみに、アリエクスプレスでは、100円ちょっとです。まあ、アマゾンで買う人は、アマゾンでも買えるかもしれないですけども、まあ、どうせ2週間かかるんであれば、アリエクスプレスで買った方が全然安上がりです。はい、重さを測りたいと思います。いいですか？よし。この全体の重さは 30.26、まあ、30.3。これって、先日レビューしたこれの約半分ですね。なので軽い部類に入ります。まあ、でも、回転力としては、コマとしては、特に悪くはないですね。はい。今日は、この本当におもちゃのハンドスピナー、コマになるハンドスピナーのレビューでした。チャンネル登録をお願いします。